はい、ジョーです。今回なんですけれども、久しぶりにレオパーを出していこうかなと思います。まあ、いわゆるヒョウモントカゲもどきですね。昨年、まあ、親子体の候補として何匹か飼ってるんですけれども、まあ、それのまあ成長具合も見つつ、まあ、今回ピックアップしていくモルフっていうのがタンジェリンって言われる、まあ、オレンジ系のモルフになります。まあ、タンジェリン系って言ってしまったら選別交配の類になってくるので、まあ、まずは黄色、そしてオレンジ、それがさらに濃くなってオレンジちょっと濃いよねとかで、どんどんね、こう真っ赤っていうのはいないんですけれども、赤みの強いオレンジにしていくっていう、まあ、傾向があるようなモルフです。いわゆるポリジェネとかいう選別交配で色をよりどんどん濃くしていこうっていう系統のモルフにはなってくるんですけれども、まあ、昨年イベントで購入したよっていうね、紹介動画の中に出てた、まあ、その数匹を久しぶりに見ていただこうかと思います。ではどうぞ。はい、まず1匹目なんですけれども、こちらの子です。まあ、こちらの子に関してはアルビノとか一切入ってない、まあ本当にね、選別交配でオレンジの濃いような個体、飼った時はまあベビーちょっと育ったぐらいだったかなっていう感覚なんですけれども、これは京都のブラックアウトだったかな、そこで購入しました。で、まあなかなかね、今現時点でもいい発色をしてくれてますので、まあ今後成長して種親候補かなと。性別の方はまあメスであろうとは思ってます。うん、てかまあほぼメス確定でいいでしょう。ただね、そうなってくるとね、オスでいいやつをね、まだ見つけられてないんで、そこをちょっとね、探さなあかんかなっていうふうには考えております。まあ、この子はほんまにアルビノが入ってないノンアルビノのタイプなので、ものすごくね、いい色合いをしてくれてるかなと思います。では次の答えなんですけれども、この子はトレンパアルビノの、まあタンジェリンって言ったらいいかな、なんですけれども、ビビーの時より正直言ってで色は黄色くなっちゃったねっていうような感じですね。まあ、この子はオス確定で飼ってたので、正直さっきの子とね、掛け合わせようと思ってたんですけれども、ここまで黄色くなってしまうとちょっと種親として考えなあかんよねっていう風な感じにはなってます。ただこの成長具合でもうちょっとね、尻尾の方にオレンジが乗ってきたりすると、まあ親として使用するっていうのは全然あり得ることかなっていう風には今のところは考えてます。まあ、当初のね、お迎え動画で見比べてもらったら分かるんですけれども、もうちょっとオレンジ濃かった子です。まあここまで黄色くなっちゃうとタンジェリンとは呼べないかなっていうような僕の感覚はあります。まあこれはこれで綺麗なんでいいんですけれども、まあタンジェリンってトレンパアルビノにした時に結構やっぱりこう黄色くなってしまったり淡くなっちゃうんですよ。まあトレンパアルビノの効果だと思うんですけれども、どうしてもそういう傾向があるので、まあこの黄色は仕方ないのかなとは思っております。では3匹目見ていきましょう。はい、こちらが3匹目なんですけれども、まあまあいい感じのオレンジ色に仕上がってると思います。でこの子に関してはトレンパアルビノなんですよ。先ほど、まあ、2番目にね、見てもらった個体もトレンパアルビノなんですけれども、ここまで差が出てきます。でこの3匹目の子は女の子確定です。でトレンパアルビノでオレンジが強い子って僕はあまり数を見たことがなくて、どっちかっていうとオレンジを濃くしたアルビノが欲しい場合ってベルアルビノ選択するのかなって、例えばレッドデビルとかそうですし、ベルアルビノを使われることが多いのかなとは思います。僕はね、だからこそあえて自分もトレンパアルビノでオレンジの濃いのっていう路線をね、作ってるんですけれども、まあ、この子は十分素質親としてあるよねとは思っております。まあ、今後、まあ、やっぱりねこういう個体がいるんで、オスはオスでしっかりこだわりたいよねってところですよね。正直オスに関してはアルビノが入ってないオレンジの濃いオスでいいよなっていう風な、そんな感覚です、今のところはね。でこのトレンパアルビノのねタンジェリンとかけることによって、まあ、次世代生まれてくるのは、アルビノはねヘテロになっちゃいますけれども、オレンジの濃いのが生まれてきたらよりね戻し交配とかでトレンパアルビノの濃いオレンジ色とか出せるよなとか思ってるんで、まあ、その辺試行錯誤とかいろいろね計画練りながらやっていこうかなと思ってます。まあ、タンジェリンって言ってもやっぱりそのたくさんのねラインがあるんですよ。まあ、ブリーダーさんが違うってところで、まあ、アプローチの仕方ももちろん違いますし、アフガンとか使ってたらアフガンタンジェリンとかになっちゃいますし、いろいろその他ねこうタンジェリン系ってブリーダーさんによって
たくさんのラインがあります。言ってしまったらライン名なんて、まあ、ブランドみたいなもんです。まあそもそも自分がオレンジ色っていうのが結構好きな色合いではあるので、まあ、極めていって、でベルアルビノのレッドデビルっていうのがいるんやったら、トレンパーアルビノのオレンジの濃い子っていうのもね追求していこうかなっていう感じで、昨年イベントの方で買って、今着々と飼育して成長させてるって感じですかね。おそらく今年の秋口ぐらいには間に合えばクーリング入るかなってところです。まあ半年以上先なんですけど、まあオレンジ系のラインも注目してもらえたらいいかなと思います。ということで今回久しぶりに、まあ、ヒョウモンとかゲモドキね見てもらったんですけれども、まあトレンパーアルビノでのオレンジの強い個体、これを求めていこうかなと考えております。ということで今回の動画はこれで終わります。ぜひ Twitter や Instagram のフォロー、そしてこちらのチャンネル登録等もよろしくお願いいたします。ではまた。